今日のゲストは本校介護福祉学科1年生で職業訓練制度を利用しながら学校生活を送られており、2人の子育てもドリップされている将来の介護のエキスパート坂田由里さんにお越しいただきました。どうもごきげんよう。よろしくお願いします。素敵な服ですね。ありがとうございます。素敵な洋服ですね。いやいや、じゃあ始めましょうか。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。せーの、ロンゲア。はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。私は作業大好き作業療法学科教員の日高です。じゃあ自己紹介お願いします。はい、介護福祉学科1年の坂田由里です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。坂田さんは職業訓練制度を利用して今学校に通われていると思うんですけど、職業訓練制度っていうのは求職者の方を対象としているものの一つで、国からの補助が出るので授業料とか入学金が無料になるんですよね。はい、この学校に来る前は何の仕事をされてたんですか？はい、以前の職場は、障害児の、施設で、パートで支援員をやってました。放課後デイサービスみたいなところ、とかもですね、はい、と療育とか、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、それの、支援員をやってました。じゃあ全く福祉と関係ない仕事ではなかったんですね。うん、そうですね。はい、もともとじゃあそういうのに興味があって、学校に来られた。はい。訓練生制度はどこで知ったんですか？高鍋のハローワークなんですけど、まあ、実はシングルマザーになったのがきっかけで、で今はまあ子どもが、上の子が、小学校3年生、で下がまあ年長さんで、まあ、小さいのであまりお金はかからないんですけど、まあ、これが子どもが、まあ、中学高校で大きくなるにつれて、まあ、教育費とかのお金がまあすごくかかってくるので、まあ、このままじゃいけないなっていうので、まあ、正規雇用正社員で仕事を探したんですけど、まあ私資格がない無資格だったんで、なかなか条件に合う仕事がなくて、で、まあ、こう路頭に迷ってた時に、まあ高鍋のハローワークの方で、こういった職業訓練生職業訓練制度があるよっていうふうに教えていただいて、でそこで知りました。就職活動している中で、はい、一人親ならではのなんか思いというか、そういう大変さとかやっぱりありました？そうですね、やっぱ近くに、誰も頼れる人がいないから、もう例えばほら子供がまだ小さいので、何かあった時とかに、どうするのとか、はいはい、そういったところ、もうなんかもうすごく突っ込まれたりとかもして、で、まあ、結構そうですね、就職活動がすごく困難だったですね。でもましてやもう資格がなかったので、本当もう限られた中で、で、まあ、そういったまあ困難があって、で、まあ、路頭に迷った時に、まあ、こういった制度を知れたので、まあ、すごくありがたかったですね。分かりました。今学校生活が半年ぐらい経ちましたかね、はい、その中で学校と子育ての両立とか、そのお金の面とかって大丈夫なんですか？うまくやっていってるんですか？はい、先ほども言ったんですけど、子どもがまだ小さくて、そんなにお金がかからないので、まあ、今のところは、職業訓練生の、まあ、失業手当と、あとは公的な、まあ児童手当とか、そういったお金で、まあ、やりくりはできてます。お金の面では足りてるんですね。はい、学校に来てるから仕事の収入はないけど、失業保険でお金は入ってくる、だけど学校の入学金とか授業料は無料、なのでそこがすごくありがたくて、まあ、お金の面では大丈夫です。あとは子育ての両立なんですけど、まあ学校が9時から4時半ぐらい、で、まあ距離は私新富なので、まあ距離は通学に1時間ぐらいはかかるんですけど、まあ時間帯も
9時から4時半なので、はいはい、まあ、子供の送り迎えとかも、まあ、支障はなく間に合うんですね、はい、まあ、何とか両立はできてます、はい、坂田さんの1日の生活の流れを聞いてもいいですか。はい、朝の5時半ぐらいに起きて、はい、でそれからまあお弁当を作ったりとか朝ごはんの用意とかをして、うん、まあ、子供が大体6時半ぐらいに起きてから、まあ、子供と一緒にご飯食べて、まあ、準備をして、うん、でまあ、上の子が先に出て、でまあ下の子と一緒に大体7時20分ぐらいですかね、うん、に家を出て保育園に送って、はい、でまあ学校に来る。で学校に着くのが、うん、そうですね、やっぱ1時間ぐらい8時半ぐらいに、うんうん、着いて、でそこから授業をして、で、まあ、学校が4時半に終わる、はい、そこから、下の子保育園を迎え行って、うん、でその後に上の子の児童クラブに迎えて、何時頃迎えに行けるんですか。そうですね、大体5時半ぐらいですね。あ、には行けるんですね。うん、1時間ぐらい、うん、で行けます。じゃ全然6時までとかですよね。そうです、そうです、うん、なので全然、うん、送り迎えには、うん、支障がないので、うんうん、でまあ、6時ぐらいに帰って、あとはもういろいろ家のことしたり、うん、まあ、子どもの丸付けとかいろいろして、で、まあ、寝るのもそうですね、寝るのとかいります、いらないいります、いります、だいたい寝るっていうか、まあ、寝かしつけるのもまあ9時ぐらい でそこからまあ気力があれば勉強したりとかして、普通に仕事してる時とあんまり変わらないというか、むしろ早く終わってっていうところです、うん、はい、なのでもう子供との時間もまあ十分に取れるし、はいはい、うん、もし学校でいる時に子供が熱が出たりとか、うん、産科日の時とかでどうするんですか。あ、それこそ前もって産科日とかの時にはもう前もって、うん、この日に産科日があるっていうふうに、はいはい、お伝えしたら、うん、午後から休んで、で産科日に行けたりとかできますし、うんうんうん、それこそ、先週ちょっと子供が下の子が熱を出した時とかも、はい、うん、まあ、学校の方に連絡して、うんうん、まあ、休んで、でまあ、それなりに学校の方もすごく対応してくれるので、はいはいはい、すごく助かってます。うん、分かりました。この学校に入る前の介護福祉士のイメージと、今半年学校に入って今学んでる上での介護福祉士のイメージって何か変わりました。はい、変わりました。以前この学校に入学する前のイメージは、うん、まあ、なんか介護はこう大変きついっていうイメージがあって、うんうんうん、で多分私だけじゃなくてやっぱこうみんな思ってると思うんですよ、うんうん、実際私がこの学校に行く介護を目指すって言った時にやっぱ周りから、はいはい、介護はきついよとか、うんうん、なんか腰を痛めるよとか、なんかそういう、こうマイナスなことばっかり言われていたんで、もう実際に入学をして、まあ、勉強をしてから、まあ、介護に関してのイメージっていうのは変わって、うん、でそれこそ、まあ、きついとか特に腰を痛めるとかっていうのも、うん、なんていうんですかね、こう学校ではこう腰を痛めないその介助の仕方、はいはいはい、うん、ボディメカニクス使ってっていう、うん、そういうのを教わって、うん、ね、やっぱそういうのもこう知らない、はいはいはい、うん、人とかが腰を痛めてるんじゃないのかなっていう、はいはいはい、うん、そういった知識をちゃんと教えてくれるんですね、うん、やり方とか、ね、そうです、そうです、腰を痛めないような、うん、実際にやっぱ最初やってた時とかも、うんうん、本当力任せで、うんうん、やってたから、うん、まあ、これやと多分腰痛めちゃうなっていう、うんうん、でも今はもう、まあ、ちょっと慣れてきて、うんうん、なんて言ってますかね、わかりました、イメージがだいぶそうです、はい、前保育士もちょっと興味があったって言われてませんでした。あ、はい、私もともと子どもと関わることも好きだったんで、すごく保育士か介護福祉士か迷ったんですけど、うん、まあ、介護福祉士を選んだ決定的な理由が、うん、まあ、どこに行ってもなんていうんですか、
求職、就職がある、求人がある、多いですよね、うん、であと経済状況に、まあ、関わらず、まあ、収入が安定しているっていうのと、やっぱ一番の魅力が、あのキャリアアップが目指せるっていう、介護福祉士を取って、まあ、の実務経験取ったら、まあ、ケアマネになったりとか、そこがやっぱ魅力的で、介護福祉士を目指しました。保育士の子どもっていうだけじゃなくて、介護福祉士って高齢者から子どものそういう通所施設でも働けるじゃないですか。なんか私イメージが最初高齢者のリハビリっていうイメージでいたけど、割と働ける幅広いですよね。そうですよね、そういったところでもいいかもしれないですね、介護福祉士。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。いろいろ勉強になりました。私も2年前にこの学校に来たんですけど、それ来てから職業訓練制度っていうのを初めて知ったんですよ。ですごいいい制度だなと思ったし、その介護福祉士のイメージも私あまり、まあ、そういう高齢者のリハビリっていうイメージがあったんですけど、学校入ってみて、こう学生の頑張ってる姿とか先生の様子とか見ててすごいイメージも変わりましたし、で私も子育てしてる一母親として、その就職活動で悩んでる坂田さんみたいな思いをされてきた方に、ぜひこの制度を知ってもらいたいので、まあ、見てくださってる視聴者の方々の周りにそういったことで悩んでる方がいらっしゃったら、ぜひシェアしていただきたいなと思います。で、宮崎保健福祉専門学校は高卒の方々だけじゃなくて、こういった子育て世代、もっとその上の世代の方々の国家資格取得も応援していますので、応援してくださる方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、こんな曲が流れたということは今日は終わりにします。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。せーの、バイバーイ。